橋を架けて渡る。橋を架けて渡る。はい。でここは私がいるところは川ですので、万が一でもこうなったらもうこれは流されちゃうと。ああなるほど。流されちゃったら漏れなく橋と皆さんはここに戻ってくると。あっちも踏む。踏むしかない。こっちは人数少なくて抑えて。これを何人かで踏む。つきそうな気もする。ほっ、一回渡ってみよう。いけんだ。ちゃん、両方なんですよ。ゆうたん、気をつけて。はい、OK です。今、しょうがる。誰もいない。ちょっと一瞬投げて。この板、ここに乗っけて滑らせればいいです。あったまいい。やった、帰れる。え、未だに俺意味が分かんない。もうちょいです。そういうゲームじゃない。で、これ最後、最後腰、腰気をつけて。せーの、あ、いいや、いいや。あー、おもう一人では何もできないなと思いました。助ければよかったんですけど、ナマさんが落ちた時に、あ、何もしてなかったと思ったんで。踏む時にみんなでちゃんと踏まないと、いろんな意見がこう出てきて、あ、それありだねっていうのが結構いいタイミングですけど、面白かった。重たい人がやるべきポイントと、多分軽い人が動くべきポイントっていうのは、結構なんか動けばいいだけじゃなくて、みんなでこう意見を出し合ってこう渡り切れた達成感。意見出す人は聞いて考える人とか、役割分担がチームによってできるんだな。自分たちでじゃあチームでどう関わるかっていうのを自分たちで出してもらう、うん、これからこういうチャレンジなんだけど、うん、みんなどういうふうに関わったら自分がチャレンジしやすいと思うっていうと、見守ってもらうとか、うんうん、声をかけてもらうとか、じゃあそれみんなでやっていこうねっていうと、やってなくてもたとえあの辺に座っててもずっと見てた、見ることを意識したりとか声かけたりとか。せーの、2本目までの木に全員がゴールにして、ちょうど35分から30分ぐらいで到達できるといいなと思ってます。誰かがここにゴールしました、俺もう1個行くねってことができないんです。全員がここがゴールしてから第2スパンに向けていきます。全員渡るミッションはで、タッチできる、はい、そっちか、はい、やっぱりこう達成感って、強い達成感って必要じゃないですか。そのためにやってるから。そうです、ね、隠蔽型のチームを作るんじゃなくてミスを、はいはいはい、いや自分やっちゃいましたみたいなことが言えるチームを作るためには、取っちゃってる、はい、今なんか、満足してない人がいるわけじゃないですか、なんとなく。これってチームにとっての達成感は持たないんですよ。個人の達成感はあるかもしれないけど、僕たちがやってるのはグループワークだから、チームの達成感を持つためにどうしたらいいんだろうか。でこれはすごく大事なところで、僕たちはやっぱりそこのところをすごく意識しながらやってます。1個目かけまーすって言ったらギーってやって、ゴンってやって、そしたら1個目 OK です。1個目 OK です。で、オール OK みたいな、オール OK で、ありがとう、マイマイみたいな感じで、そこのコマンドをしっかりやりたいんです。あー、そうか、同時に行かない、ついてるみたいな。はい、はい、ほいほいほい。後ろでロープがさ、ガッていくかもしれない。今から繋がっていく。そう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 。で、こっちを押しながらでいいんだよね。私がここをずっと押してるから、これで L